ハンプデン郡区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州南部のカンバーランド郡のタウンシップである。2010年国勢調査での人口は28,044人だった。2000年の24,135人からは約16%増加していた。カンバーランド郡では人口最大の自治体である。ハンプデンタウンシップは1731年に入植され、 1845年1月23日にタウンシップとして法人化された。ジョハネス・エバリー帝が1973年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。ハンプデン・タウンシップはカンバーランド郡の北東部にあり、街の中をこのドグイネットクリークが数回大きな屈曲部を作りながら流れ、東のサスケ花川に注いでいる。ブルー山が 北のペリー群とを分けている。タウンシップの中に見る、グッドホープ、マウントザイオン、スポーティングヒルの各村が入っている。週間高速道路81号線が街の北部を横切り、マウントザイオンにある出口61番からアクセスできる。ペンシルベニア州道581号線は、州都ハリスバーグのある州都ベルトウェイの南東部であり、街の西部で、 週刊高速道路81号線と交差し、その後は南、さらに東に町を横切る。出口は、クリークビューの2番、カーライルパイク、アメリカ国道11号線の3番、ペンシルベニア州道641号線の4番がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は17.9平方マイルであり、このうち陸地17.3平方マイル、 水域は0.54平方マイルで、水域率は2.93%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ハンプデンタウンシップは1960年1月1日に第一級タウンシップとなった。ペンシルベニア州共生省がハンプデン内にその本部を置いている。ハンプデンタウンシップの公共教育はカンバーランドバレー教育学区が管轄している。 タウンシップの中には、公立小学校3校、中学校1校がある。ハンプデンタウンシップは総面積100エーカー以上の公園地とレクリエーション施設を維持している。ハンプデンタウンシップは、アーミテージゴルフクラブを運営している。大津橋道路沿いにアルパー70のコースである。AB、ジオグラフィック・アイデンティファイアーズ、2010センサスサマリー、ファイル1。 ハンプデン・タウンシップカンバーランド・カウンティペンシルベニア U.S. センサス・ビューローアメリカン・ファクト・ファインダー2015年6月19日閲覧ナショナル・パーク・サービスナショナル・レジスター・インフォメーション・システムナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイセズナショナル・パーク・サービス2020年10月12日閲覧アメリカン・ファクト・ファインダーユナイテッド・ステイーツ・センサス・ビューロー 2008年1月31日、閲覧。コンタクトアス、ペンシルベニアデパートメント・オブ・コレクションズ、リトリーブド、オン・オクトーバー・ゴ、2012、セントラル・オフィス、1920テクノロジー・パークウェイ、メカニックスバーグ、PA17050、ストリート・マップ、ハンプデン・タウンシップ、リトリーブド、オン・オクトーバー・ゴ、2012。ありがとうございます。